それじゃあやっていこうか DPD。嫌だけど、初っ端からこのテンションの低さ。ちなみに今回はキラー側をやってもらうよ。ええー、いやいや、可愛いキャラとか使いたいわ。大丈夫。キラー側にちょうどいいのがいるから。マジか、こっちのフレディみたいなやつか？そうそう、そっちのフレディみたいなドクター。ドクターやないかい、全然そうそうやないじゃないかい。いやいや、お姉ちゃんドクターを舐めちゃダメだよ。初心者には結構使いやすいキラーなんだから。というわけで今回はドクターを使うよ。ドクターは治療モードと処罰モードがあって、治療モードで狂気レベルを上げて、処罰モードで相手を仕留めるって感じだね。とりあえずは治療モードでビリビリしながら発電機周回しようか。ちなみにドクターは中国の精神科の医師がモデルだとか、前回のフレディは映画、エルム街の悪夢から他にも映画や実際にいた人物をモデルにしたキャラは多いよね。あとはカニパルが悪魔の生贄から、シェイプがハロウィンから、ハロウィン以外はちゃんと見たよ。ハロウィンだけ用つべでもアマゾンでもレンタルできなかったもんね。代わりにアマゾンプライムで、マッドマックスとかレオンが無料で見れたから満足だけどね。どうでもいいけどうちこのシーンめっちゃ好きなんやけど、車や燃料がめちゃくちゃ大事で戦争してるのに、音楽のためにそれを盛大に使うっていうね。マッドマックスは演出がド派手だよね。それな、常に爆発しよった印象やわ。どうでもいいけどこのベース配色のガズレーザーすぎて笑ったわ。食べ放題で元取るにはレジからお金抜くしかないよね。めっちゃ好きやわー。で、重要なチェイスシーンが。あれ、これ両映画のレビュー動画じゃないの？なわけないやろ。んで待てや、クロちゃん。ドクターで深追いは禁物。まずは全員の狂気レベルを上げなきゃ。先に言っちゃうと今回の相手は、4人中3人クロちゃん。どれ追いかけてたかわからなくなることもしょっちゅう。なんか最近クロちゃんのピック率が高いよね。まあ、出中ハックセルフケア。フレティ対策だろうね。あとは普通に使いやすいしね。そして私はあとどれくらい電撃を浴びせ続ければいいの？私にもお前は何も分かってないやろ。狂気度は左下のモヤのかかり次第で分かるんだけど、それをお姉ちゃんが知る由はないね。とりあえずショック状態もポイントもらえる間は適当に浴びせ続けるか。それまで続く低周波マッサージ。肉眼で見えるくらいやからだいぶ電圧高いと思うんやけど。さてと、もうそろそろダウンすることにしますか。さすがにクロちゃんがかわいそうだよ。だから人思いに、もう。だけどこのクロちゃんが倒れても第2第3のクロちゃんが、本当にそうなるから怖いんだよな。これで耳から二つ目のクロちゃんは一釣りやな。治療モードの方が足早いし、適当にビリビリしながら索敵するで。クロちゃんは回復してなんぼだし、それに低ランク帯だからホイホイ救助に来そうだね。そんなこと言ってたら獲物発見やで。仲間思いのいいクロちゃんだね。おっと、ここで時間を稼ぐつもりかな。じゃあ遠慮なくポイントをまあまさせてもらおう。電気ショックは範囲内であれば障害物の影響を受けないからね。やりたい放題だね。ほら、ほらほら、早く逃げないと捕まっちゃうよ。やりたい放題だね。ポインの馬うますぎて草生える。いや、もはや森ですわ。お姉ちゃんそのネタ好きだよね。うん、大好きさ。頭の中に爆弾仕掛けられてそう。ミッションインポッシブルかな。さて、もうそろそろ時間ですし。じゃあ、死のうか。パレット警戒したけど使わんかったか。吊るされてたクロちゃんも救助されたし、この人大活躍だね。なんか突っ込んできたし、あんまりキラーの動きを見てないのかな。見失って諦めようか思ったけど、自ら場所を教えてくれたで。サバイバーをよく見失う初心者にも優しいのがドクターのいいところだよね。顔怖いけど、足も結構速い方やしね。顔怖いけど、最終的に顔が怖いに尽きる。しょうがないね。だってドクターだもん。ドクターの顔が怖いのは事実。もはやこの世の真理だね。これで左から2番目のクロちゃんも一釣り。真理といえば、鋼の錬金術師の実写映画はどうなんやか。真理の扉つながり。釣った方のフォロワーさん曰く、原作ファンの人ほど見ない方がいいってつぶやいてたけど、そう言われる時になるというのが人間というもの。ただ一度も見に行くから時間が取れるかどうか。今度はネアをビリビリな。このネア以外は全員クローデッドだから、クロちゃんじゃない子でも伝わるよ。クロちゃんじゃない子をビリビリな。クロちゃんじゃない方を見失ったと思ったら、部屋の隅でガタガタ震えて命乞いをしてるクロちゃんを発見。そんなイケジーに追われたら逃げ切る気しないね。というか数瞬後には細切れやね。パーフェクトダウォルター。言いたいだけでしょ。せっかくボイド2なんやからもう少し使いこなしたいんやけど、いまいち感情の込め方がわからんわ。感情の込め方。クロちゃんを担いだはいいけど、地下の場所がわかんなくてうろうろするお姉ちゃんの図。はぁ、ここら辺あったじゃん。どこ行ったん？ああ、あったわ。クロちゃん逃げんなよ。もう、なんで逃げるん？みんなしてうちをいじめてくるんや。意地悪してくるんや。ちょっと蝶々不安定すぎない？まあ、近づりを免れただけなんだけどね。今重し癖からぶってましたよね。一等見てきた私が、これ以上ない一言で、内容を説明してあげようか。本当に蝶々不安定すぎない。しかもネタバレじゃん。一等一言で説明すると、全然話を聞いちゃいねえ。ロマンチックなデブより、勇気あるイケメンの方が、女子にモテる。吊るした時の音を効果音に使うのやめてもらっていいですか？仲間思いの味方さんが無理救助に来てくれたで、フィルムの狙ったのかな。だけどせっかくのパレットをむやみに使うのはどうかと。味方の善意が、どんどん仲間の首を絞めていく。なんかすごくホラー映画っぽくない？確かにホラー映画でよくあるパターンだけど、それで興奮するのは、
ちょっと気持ち悪いよ。カバディ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 。なんでこいつら命がけのカバディやってんだ。可愛いアカネちゃんかと思った。残念、ドクターでした。むしろドクターの方が可愛いと思うよ。え、何それ怖いって。私のドッペルゲンガーが普通に狭い。誰か無理救助で死んだクロちゃんのことも思い出してあげて。高台に登ったら逃げまとうサバたちを見つけたよ。計らず霜残りの発電機の場所が近くなったからね。これは嬉しい誤算というやつ。全滅も夢じゃないね。発電機残り2つにサバが4人もいるのは若干こちらが不利な気もするけどね。おまけにこのクロちゃん軍団はダメージを与えたところで自分で回復しちゃうしね。というわけでミアもダウン。ありがたくフックに吊るさせてもらうよ。向こうで爆発音。発電機蹴って戻ってきたら一人救助に来てたよ。本当に救助に積極的な人たちだね。しかもライト持っとるやん。殺さなきゃ。バレット、ライト、頭が。お姉ちゃん泣くぞ。すぐ泣くぞ。絶対泣くぞ。ほら泣くぞ。お姉ちゃんの痛みを知れ。恨みのこもった一撃だね。これで残り一人なわけだけど、発電機も残り一つに吊るされてる場所がこんなに近いと、さすがに救助に来ないかな。来ましたー。脱走したクロちゃんはしまっちゃおうね。しまっちゃおう。お姉ちゃん怖い。見つけたー。私の気のせいでなければ最後編集サボってませんでした。何のことかな。私わからないな。ちょっと動画で音楽流せないのは辛すぎません。知らんがな。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。サンキューやで。